おお、ここに展望台作るんだね。なるほど。ベローのこのあれ。え？あれ？ミコチも。ね、このこれなんだけどさ。お、あれ？え、ちょ、風間今一応実はペコダ先輩のタワーを内装依頼受けてて、やってるんですけど、なんだこれ。こんなのあったっけ？私はね、これをね、目撃してしまったんだけど、もしよければ、はい。矢を入れて、あそこの、はい、中に、うん。打ち込んでみたらどうなるかわかるよ。あはすごいよ。すごい。あれ？あれ？え、おかしいな、風間。あのタワーは平和の象徴ですって聞いてたんですけど、うん、平和ってなんだろうってなった。 あ、ペットが埋まってる。あれなんだって、あの防衛だって言ってた。防衛？あ、朝になりました。こよ、今こよへの対抗らしい。え、じゃあ風間ちょっとあの先端矢入れてきますよ。え、ちょっと待って、まあ、どこで見ようかな。ちょ、みこちにちょっと離れててもらわないと危険かも。ここもぶつかりそう。みこち、少し離れた方がいいかも。え、これ出るのか。え、回路組んで気づくかな、みこち。少し離れて方がいいかも。オーケー。あ、殴られた。殴られた。逃げて。え、違くて、え、今だけ逃げて、え、大丈夫。みやこカチカチだから。シーバイナーシーブン、なんだろう。こちら準備。みこカチカチだからって言ってたけど大丈夫かな、うん、全然大丈夫じゃない気がする。周辺の皆様、ご注意、怪我の恐れがあるでござる。ん？何かをしている。猫邪魔ってことかな？ちょっと。こうして。届け！届かん。全然届かん。どどーん。いきます！ 3!に、一、撃て！おお！あ、ギリ来ないか。あ、でも逆側だったら危なかったかも。飛んできてるかも。あ、ミコ先輩が当たったぞ今。こうして。え？コヨラボ通り越しちゃったんだよね。敵ってこと？じゃあ敵だねってやつ。じゃあ敵だねってやつでござるな。これはギルド狙われてますよ。やばーい。やばー。全然やばそうじゃない。やばーい。